どうも、マキロンです。今回なんですけども、今回ね、めちゃくちゃ久しぶりに、豊橋魚市場にやってきました。ただね、またしても台風が接近してるみたいで、おそらく魚が少ないと思うんですが、今回も張り切って市場の散策行ってきたいと思います。そして僕の動画では、毎週魚市場の最新情報を日本一わかりやすく配信してますので、全国いろんな市場の最新情報をいち早く知りたいよって方がいましたら、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録お願いします。それでは今回も市場の散策行ってきましょう。台風を向かうがもうな、本当にな。ありました？マジか、今日少ないかなと思ってあったんだ。マジか、さすが豊橋だな。あ、そうなんだ。もっと早く今度はめちゃめちゃいい魚おるじゃないですか、まだ
やもう二度と。自分で逃さんと。リブロック
これはまた別のこっち別箱1100円だったそうです。あっちか、あれはこれ買うのかだったかね。ねえ、ジョマちゃん、カモいな。待ってけど、こっちで持ってきて。はい。お疲れ様です。花屋さん。ただいま。ということで、今回も市場の散策行ってきたんですけども、いや、まさかのね、台風の影響で全国的に魚が少ない中で、とんでもなくたくさんの魚種が販売してました。しかも相変わらず箱売りの価格がめちゃめちゃ安くて、お魚をたくさんさばきたい方からしたら目から鱗の市場です。なのでぜひ皆さんもお近くの方は、愛知県にある隠れた市場、豊橋魚市場に来てみてはいかがでしょうか。はい、ってことでね、いつも僕の動画を見てくれて本音ロス。この動画が少しでもワクワクしたよって方いましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。